みずきりと消防署見学はしご車編。はしご車はどんな車かな？みずき、こんにちは。これからはしご車の紹介をするよ。はしご車は横浜市に21台あって、そのうち2台が港北区にあるんだ。はしご車の役割は3つあるよ。1つ目は人を助ける救助活動、2つ目は火が燃え広がるのを防ぐ放水活動、3つ目は明るいライトで現場を照らす照明活動だよ。このはしごは39メートルまで伸びるんだよ。ビルの11階くらいの高さなんだ。みずき、次にこのはしご車に積んでいる道具をいくつか紹介するね。まず紹介するのは放水銃とエクステンションホース。これははしご車の高い位置から放水して火が燃え広がるのを防ぐための道具だよ。続いてはこちら、3000砲とターレットというよ。これは石油コンビナートなどの大規模火災の時に大量の水を放水するための道具なんだよ。この3000砲は毎分3000リットルもの水を放出することができるんだ。火災の状況によっていろいろな道具を使い分けているんだ。では次にはしごの説明をするよ。はしごはとても重いので、はしごが伸びても車が倒れないよう、まずは車を支えるアウトリガーが出てくるよ。車の横側に注目してみて。アウトリガーが出てくるときにバスケットも回転するんだ。はしごの操作はあそこの操縦席でやってるんだよ。それではバスケットを下ろしてもらおう。このバスケットには最大270キロ、3人まで人を乗せることができるよ。ここから水が出てくるんだ。はしご車で水を出すときには水槽付きポンプ車から水をもらって放水するんだ。バスケットに乗るときは安全のため必ずこの安全帯をつけるんだ。みずき、準備 OK かな？これからはしごが伸びるよ。2人目、搭乗完了、規制分離よし。規制。両方障害なし。規制確認。トラック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 。20メートルくらいだよ。まだまだはしごが伸びるよ。39メートルだよ。とっても高いでしょ。
障害なし。宿命が見れます。ほら、水木、地上に戻ってきたよ。はしご車のことよく分かったかな。私たちは市民の皆さんの安全を守るため日々訓練に取り組み、災害活動に当たっています。次に見学する車はどんな車かな。楽しみだね。